それでは水原選手による事前解説のコーナーに参りましょう。今回はなぜこの対局をお選びになられたのか、まずお聞かせください。はい、そうですね、選択がいろいろ難しかったかなと思う一局だというのと、だからです。はい、ありがとうございます。では早速試合映像を振り返りながらお話を伺ってまいりたいと思います。水原選手が選んだのは1月13日月曜日の第1試合、南三局日本馬です。この日の対戦相手はトンチャコナミマージャンファイトクラブ佐々木久人選手、ランチャ角川桜ナイツ内川幸太郎選手、シャーチャ赤坂ドリブンズ村上純選手、そしてペーチャユーネクストパイレーツ水原明奈選手の並びとなっております。ドラが9走です。はい、点数状況として今5万点以上持っているトップ目の南三局で、親番が現状4着目の佐々木選手で7400点持ちということで、この局はなるべく早く上がりたいけど親には補充したくないっていう局です。はい、で自分の手が結構良かったので、ドラドラですね。はい、ドラの急走が統一で、これでピンフにもなりそうだなっていう形なので、はい、役割で転廃したらダマ点にしようと思っていました。これ状況って、親の連チャンもちろんされたくないんで、内川さんに上がってもらうか、村上さんに安い手上がってもらうか、まあ自分が上がるのがね、一番いいんですけど、そういうこと考えそうですよね。ただ村上さんってこの状況って、安い手はあんまり上がらなそうですよね。そうなのか。多分、トップまで2万何百点差なんで、残り2局で漫画と羽根マンを作ろうって村上は思ってそうな気がしますね。ただ水原さん手がかなりいいんで、基本的には自分が上がりに、ね、そうですね。あ、ここで村上さんが悩んでますね。こういう点数状況って普通村上さんのポジションの人ってそんなにトップ取れるなって思わないんですけど、やっぱ M リーグルールってトップが大きいんで、まあ、マンガンハネマンでトップになるとか、一回流局でノーテンバップを挟んで、まあ、マンガン2回とか、そういうのでやっぱりギリギリまでトップ見てくる人が多いですよね。やっぱり赤ありっていうのも大きな要素の一つだったりするんですね。まあ、赤と丘ですかね。はい、で、ここの地層、ここで地層引いてきて、一応これパーソーを引くと、一手進むんですけど、親の現物が現状何も、チュンを切ってしまうと親の現物が1枚もなくなってしまうので、ちょっと狭くはなってしまうんですけど、1枚はせめて親の現物を持っておきたいということで、チーソーを先に切りました。はい、本当はもっと安全牌持ってたいんですけど、手配構成上ちょっと、これ以上狭くするのは結構ロスが大きくなるなという感じです。ここで、難を持ってきて、この牌も、これでも馬人1枚か。安全度が高い牌で、前にこの曲について話した時に、朝倉さんはここでローピン切ろうかなって、おっしゃってました。まあ、例によって、例のごとく僕だけなんですけど、切るのは。あ、そうですか。まあ、この曲、とにかくやっぱり僕はリーチ、をそんなに打ちたくないし、まあその早い順目の、ドアドアの、まあ、役出しリーチは全然いいんですけど、ちょっと順目深くなったらそんなに積極的にリーチを打ちたい状況ではないなと思っているので、まあそれだったらここで役割に固定してもいいのかなっていう感じはしています。リーチを絶対しない格好にする、そうです。ローピン切っとけばとりあえず現状の受け入れだと全部役割転廃にはなるので、確かにその気持ちすごく私も分かるんですけど、ただそうですね、なんかこの時打ってた時もそうなんですけど、5万点持ちぐらいのトップ目って全然まだなんだろう、あ、これはトップだろうっていう気持ちには慣れてなくて、全然まだまくられる
可能性があると思ってこの時もやってたんですけど、なので、6球ピンとか球層を引いて両面リーチをもうちょっと遅い順目で打つことになったとしても、で、まあ、そうすると例えば親に追いかけられて放銃してしまうリスクとかはあるんですけど、それぐらいのリスクはまだ背負って戦う前に出た方がいいかなとは思ってました。ただもちろんこう後手から押して親に押し返してみたいなことはそんなに考えてはないんですけど、まだ一応受け入れマックスで打とうかなと。先生の時のみ。そうですね、あとはまあどうなるか分かんないんですけどね。ただ久人さんの皮もそんなに速そうな皮ではなかったので、まだ目いっぱいにあのチューンは抱えて目いっぱいにしててもいいかなとは思って打ってました。ここであの佐々木選手がリーチをね今してますね。そうなのですよ、はい、この前ですね。そしたらそんなに速くないと思っていた親から先生リーチが来ちゃって、あーって感じなんですけどでもチューン持っててよかったなとも思いつつ、で、現状安全牌のチューン1枚しかなくって、あ、ここ で、 はい、ここでドラの球層があんこになって、はい、現物も筋もない状態になりました。はい、で自分の手配はイーシャンテンで、まあ、ドラ3枚あるので降りれるようになるまでは前に進むのはいいかなと思っている心持ちです、はい、なので多分例えばここで、チーピンパーピン、まあ、E1 切って自順テンパイ追いついたら追いかけリーチを打つ可能性もまだ考えてます、うん、という状況で何切る何切るです。何切る、はい、ちなみにあの人と選手のね、あの街はスッチーそうになってます、うん、はい、うん、これ、はい、結構やっぱりローピン、チーピン、違う、チーピン、パーピン、イーマンか。そうですね。イーシャンテンに取るには、うん、チーピンか、パーピンか、イーマンを切らなければならないという状況で、はい、で、チーピンとパーピンが、いわゆるローピンのワンチャンスの、うん、牌なんですね。スチーピンやウッパーピンに当たる場合は、はい、最後のローピンをその人が持ってないと当たらないという状況です。イーマンは、ただの無筋なんですけど、親の佐々木選手の6巡目のリャンワンが手出しなんですね。はい、でその後宣言牌はション牌の初という状況なんですけど、はい、自分の結論から言うと、私はこの手の中で一番安全度が高いと思ってパーピンを切ってイーシャンテンに取っています。はい、っていう状況なんですが、お三方いかがでしょう。じゃあ聞いていきたいと思います。じゃあ水原選手と同じくパーピン切りますよって方いらっしゃいますか。いないそれでは、チーピンを切りますよという方、お二人、朝倉選手と小林選手では、イーマンを切りますよという方、あMC も、はい、MC も挙手をしているそうか、そう、じゃあチーピンを切られるお二人は、ローピンのワンチャンスで切るということで、はい、まず E1 を切らないのは E1 がより危ないと思ったので、はい、E1 よりはチーピンかパーピンの方がいいかな。うん、なるほど。で、チーピン切りのメリットはチーピンを通すんで、次危険牌引いたらチーピンで降りることができるようになるんですね。あ、2枚あるから、うん、はい、でパーピンの人はパーピン切った後に次の危険牌引いたら結局ワンチャンスのチーピンで降りるかまた勝負するかしかなくなってしまうんだけど、はい、まあ2枚切れるっていうのが一番大きいですね。なるほど。まあテンパったら多分 E1 切りリーチになるんですけど、はい、それまでにもう1枚チーピンを切って降りられるっていうのがメリットですね。ただデメリットとしてはパーピンと比べるとローピン安感に対応できないとか、はい、あとペンチーピンとかは結構あるんじゃないかとか、うん、チーピン2枚使ってるんで、相手が2枚使ったシャンポン待ちはチーピンはあんまりなさそうだけど、うん、ただペンチーピンは全く否定できないんで、ね、そうですよね、うん、でやっぱり、パーピンの場合はローピン3枚見えてるのと、あとチーピン2枚見えてる分、チーピンとパーピンだったら単純に当たる形ってパーピンの方が少ないですよね。
誰も答えてくれない。まあ、瞬間断然度はさすがにパーピンの方がちょっとだけ高いです。そうですね。と思って私はパーピンをこの時選んだんですけど、ただ、結論から言うと、チーピンを切っといた方が良かったかなと思っています。うん、安全度に若干違いはあるけれど、さっき郷さんが言ったみたいに、やっぱり、自順完全に通る牌が1枚確保できるっていう、チーピンの、それが価値が高いっていうことと、あとはその後押し返すときに、やっぱり、チーピン切ってた方が形が良くなりやすいと思うので、この後何の牌が通って何を引いてくるかによって変わるんですけど、チーピンを切ってる方が柔軟なんじゃないかなという結論に自分の中では至りました。合ってますか？うん、ローキューピンなんとかっていう街になったりするかもしれない、うんうん、でパーピン切ってチーピン頭にこう決めちゃうよりは柔軟性はありますね、うん、朝倉選手はチーピン切り誤差と同じですけれども、はい、まあ、どうせ追いつくんであればチーピンイーワンって両方切っていくか、まあ、パーピンイーワンでも追いつくんですけど、そこのパーピンチーピンの差っていうのはまあビビたるものだと思うので、うん、まあ、追いつくんであればどうせイーワンも最終的に出ていくから一緒で、まあ、今 E1 切るか、今チーピン切るかだと、やっぱり後の、安牌、チーピン2枚切るっていうのの、まあ、守備的なメリットの方が大きいと思うので、まあ、チーピンを先に打っといた方が、いろいろ、まあ、柔軟かなと。E1 切ってもどうせ次チーピンかパーピン、まあ、押して、テンパイに取ることにはなると思うんで、で、それかベタ折りかってなると思うんですけど、うん。まあ、手順前後で、まあ、あと E1 とチーピンパーピンの安全度、まあ、僕はそんなにE1 が危ないと思ってるわけではないんですけど、やっぱりまあ、E1 チーピンパーピンどれもそんなに保持率高いとは思ってないので、まあその中で一番危険なのはチーピンかもしれないですけど、やっぱり2枚切るっていうメリットが圧倒的に大きいかなと思ってます。あんまりそもそも押し返したくないです。確かに展望状況的にもそうですね。これチーピン切った後にウーソーとか引いた場合のことを考えると、結局そこでチーピン切れるのがすごい大きいんですよね、はい、だからもう、結構切りづらいど真ん中の牌がたくさん存在するんですけど、はい、E1 かパーピン切る人は全部つも切りで勝負することになり、チーピン切りの人はつもウーソーとか、うん、チーマンとか、うん、スーソーとかもう切りづらい牌いっぱいで、全部の場合にチーピンが切れるのがやっぱ大きいですかね、うん、やっぱりやっぱ守備か攻撃かでやっぱり切る範囲も変わってくるということですね、うん、これ石橋選手はイーマン切りと言っていましたが、はい、なんかみんなチーピンのメリット言って、はい、イーマンって言いにくい、はい、いや一応ねメリットあって、チーピンかパーピンが後に選べるっていうのもあるんですね、はい、まあ、イーマン朝倉さん言ってましたけど、まあ、そこまで危険ではないので、うん、まあ、とりあえずここでイーマン切って行くか行かないか保留、あ、言ってるんです、この人が言ってるんだけど、まあ、形、チーピンがねパーピンより柔軟っていう話しましたけど、イーマンを切るのが一番柔軟なんです、うん、間違いないなんで、まあ、壺の置き方によってはもう全部いけるように、はい、うん、ただこれ点数状況的には行かない方がいいです。あ、行かない方がいいですね、はい、はい、佐々木さんね、かなり離れたラス目なんで、うん、5万点ある自分が、ね、うん、わざわざ突っ込む必要はないんですけど、ね、まあ、現状安全牌がないので、うん、まあ今ぐらいとこうかなと、うん、はい、嘘来たらもう切っちゃうかなと、うん、切っちゃいますいや多分チップいけるけど、はい、そうなんですね、配列の中でもね、みんな攻守で分かれてるかもしれないですね、この選択は。ちなみに E1 切りなんか少数派みたいになっちゃったけど、はい、他の M リーガーの方で E1 切るって言ってた人もたくさんいました。たくさんいらっしゃいました、うん、もちろん皆さんご存知、鈴木太郎は E1 しかねえだろういやもう太郎さんにもう聞くまでもないと思ったんだけど、誰かが聞いちゃったんですそしたらやっぱり E1 だった、やっぱり E1 だから、まあその手格好で、まあ E1 はいらないから切る、うん、ドラさんで上がりに行って一局進めてトップを決めるっていうのがシンプルで、うん、そんな間違ってはいないと思いますね、うん、ここから加点できたら結構トップはもう次一局ぐらいになってくるので、まあ、うん、確定、ほぼ確定、このドラさんの、ね、ドラアンコの点いてなんで、まあ、上がればさすがにトップですね、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。それではじゃあ次の場面に行ってみましょう、
ね、悩むから、ね、はい、先ほどねおっしゃってた通り早送りをしよう、小原選手が悩んでパーピンを切ったと。これヤンワン手足で E1 の危険度は別に上がってないと思うんですよね。あの自敗切った後にヤンゾーヤンワンっていう順番で切ってるだけで、あのなんていうか孤立敗か完全敗かどうかも全然わからないヤンワンですし、ただの無筋って感覚なんですけど、うん、そうですね、合ってますよね、うん、あれは手出しだから下のパーツを持ってるはずで特に危ないって読みはあの、うん、してはダメだと思います。でここで、パーワンを持ってきて、パーワンはワンチャンスですね。チーワンが3枚見えているワンチャンスの牌なので、はい、これはチーピンの方が同じワンチャンスなんだけど2枚落とせる分、多分降りることだけを選択するならチーピンを切った方がいいと思うんですけど、現状、まだテンパイをしたら追いかけリーチを打つ可能性も残っているのでパーワンぐらいはと言ってパーワンを切ります。はい、合ってますか皆さん、一緒ですか、どうですか。パーワンとパーピンは似たようなもんなんで、うん、まあこれでいいと思いますね、うんうん、パーワンは無筋、 E1 とパーワンの差があるんだ。あ、 E1 とパーワンどっちがいいかってことですか、うん。でもそのワンチャンスのパーピン切る思考とワンチャンスのパーワン切る思考はあんまり変わらないと思って、うん、ワンチャンスについてはそうですね、うん、でここで、あ、ど真ん中嘘一応リアンズを取っているんで一筋ではあるんですけど、うん、E1 とウーソーという2つの無筋をイーシャンテンから押し出していくのはあんまり点数状況を含め見合わないかなというのと、あとサブローワンが、まあでもまだ3枚か、現状3枚切れになったのと、自分でパーワンを通したことによってウーワンが中筋になったんですね、はい、でチーワンも通っているのでこの後の、3枚リアワンの切れ具合によってイースーワンも通せるようになるかもしれないということで、ここで引き気味の選択としてウーワンを選択します。うん、一緒の人を、はい、一人違う人がいやー、わかんないな。でも嘘、さすがに順目も進んだんでね、うん、うん、やめそうですね、うん、とりあえず言い訳をしてみるかもしれない、うんうんうん、いやもう引きそうだなこれは。あれ赤ウーピンで悩んで、あ、そう、で、はい、ウーソーが今、パーソーも通ったことで中筋になったので、はい、一番安全度が高い牌としてウーソーを切りますですよね、はい、合ってるかな、うんうん、これウーピン引いてテンパイ逃しだって言われちゃってたんですけど、うん、テンパイは逃してないです。ウーソーピンとサブローワンのイーシャンテンだったのでまっすぐ打っててもテンパイはしてないですね、うんうんうん、でもう順目が遅いので基本的には降りたいと思いながら打ってます。安全とか高い牌を打っていきたいと思いながら、で9ピンは現物ですね。で再び安全牌はなくなったんですが、3ワンが3枚見え、リャンワンが2枚見えど、 E ワンが1枚見えで、はい、G ワンが通ってる E 数ワンの比較と、ローソーが通ってて筋の9層の比較になります、はい、9層はドラですね、はいはい、で9層は短期にしか当たらないけど当たった時に高い、うん、で E 数ワンは、うん、ワンチャンスって感じですね、うん、で一応この時の思考として、私の目からオモドラ、9層が3枚と赤ウーワン赤ウーピンドラが5枚見えてる状況で、で9層で当たった時は高いけど E1 で当たった時に安いことが多いっていうのと、あと E1 を切ると一応 E シャンテンに取れるんですね。テンパイ量もあって流局が近いので E1 を切りました。はい、何切る、じゃあ E1 を切る方挙手お願いします。9層を切る方挙手お願いします。あ、王さんだっけ9層切り、まあ、急走ドラだから危ないんだけど、やっぱ、はい、この順目のワンチャンスはそんなに信用できないと思うんですよね。ああ、なるほど、残り見えてないわずかな範囲の中に3万があるわけなので、はい、ワンチャンスあんまり信用できないんで残り3回切ることになるんで、急走3枚が
ポータルでは安全かなと。あ、3枚連続で切れる球層を選択する、うん、まあ、E1 スワンって切ってる間にもう1枚安全牌持ってくればいいんだけど、はい、まあ、急走3枚の方が確実に30しのげるかなっていう感じで。あと今を選んだお二人はまだ上がりも見つつ天牌も見つつという感じですか？ほとんど見てないですね。ほとんど見てない上がりは見ないけど天牌もほとんど見てない。ほとんど見てない、うん、え、当店取られない、まあ、取れたら取るんですけど、うん、まあ、やっぱりあのそうですね、急走で打った時に結構やっぱりチート率で、まあ、あの、マウダドアとか赤次第で1万8000ってなっちゃう可能性がやっぱり、まあ、この状況では最悪すぎるっていうのと、まあ、あの、安牌2枚、ごめんなさい、残り3巡なんで E1 数1通したら、まあ、1枚ぐらいはなんか持ってくるでしょうみたいな、その、期待感と。はい、うん。まあ、E1 の方がもちろん急走より補充率は高いと思うんですけども、まあ、打った時の平均打点は多分、このドアの見えてる枚数だとそこまで高くない。まあ、悪くて1万2000っていうイメージです。あ、赤が1枚切れてて、うん、自分が赤1枚持っててドラ3枚持ってるから、うん、はい、まあ、1万2000になることもちょっと少ないかなとは思うので、うんうん、最悪回避っていうイメージですかね、うん、合ってるかは全然分かんないです。いや、 E1 切って上がりに向かう割だなと思ってこれあの数ピンチして積もれば3個なんですね。そうですよね、うん、ランピンチーピンポンから入った形式転廃だけど、はい、数ピンチーから行くと上がれると。ゴーさん、ゴーさんなんか好きそうですね。積もれば3個みたいな。で、もちろん先にあのリャンピンかチーピンあんこになれば役割関数ピンだし、数ピンチーから入っても積もれば上がれる。うん、石橋さんは同じ言い間切りですけれども。そうですね。まあ状況にマッチした選択なんじゃないかな。とにかく高い点には打ちたくないんで、はい、まあ E マンだったら。ごめんなさいっていう高い手だったらごめんなさいっていう、はい、手が安いと思ってっていうことですね、うん、かつ自分がやっぱりテンパイ取りいけるっていうのは大きいですね、うん、なるほど。これ4巡だったら急走を切る。あー、スーピンか、じゃじゃーん、失敗しました。これ積もったらめっちゃ高いじゃん。そもそもドライオンの羽マンのテンパイになりました。羽マンテンパイ、ここでただ安全牌はなくなりました。そうなんですよ、ね、見事なまでにゼロ。うん、でこれが最後のツモ牌になります。ここで数走佐々木選手の当たり牌。うん、これもやっぱり選択だと思うんですけど、個人的にはうん、どうなんだろうな、やっぱり少しでも安全度が高い牌を切るべきだと考えて、はい、悩んだ末に急走を切ったんですけど、はい、どうなんですかね。朝倉さんはなんて言ってたっけな。あ、そっか、スーピンですね。あ、そうかそうか。E ピンが通ってて、うん、ローピンが3枚見えてるので、うん、スチーピンに当たりにくいってことですね。両面待ちにスーピンは当たりにくい。関、うん、スーピンもほとんどないと思います。うん、あの赤ウーピン自分で持ってますし、リーチ前に E ピン切ってるので、まあ、あの普通は関数ピンの形があったら E ピンって残りますよね、両間になるんで、うんうん、135発だったら E ピンから切るのはおかしいから、うんうん、関数ピンに固定してることはないだろうと、うんうん、ということで、まあ、当たるとしたらシャンポンかスッチーピン、うんうん、そうか、そうだな、そうそうだ、それを聞いてスーピンの方が良かったなって思ったんですよ。このピン図が全く通ってない状況なので、降りてる2人がその最後のローピンを持ってる可能性も結構高いので、うん、やっぱりさっきの話と同じになっちゃうんですけど、急走で当たった時の打点を考えると、自分からドラがこれだけ見えてるからこそスーピンの方が良かったかなと思いましたが、いかがでしょう。数走かな、うん、数走しちゃうと全然悪くないと思うね。結局ね、全部あのすごい安全な牌がないので、テンパイ取りで押しちゃうのもありかな。これ最後数走押しますっていう方はどのぐらいいますか。迷う、分かんない、迷ってる、迷ってる。お二人はもっと取るちょっと取る、数走押す。ちなみに私は数走を切るは全く考えなかったんですよね。あのやっぱり点数状況が一番大きくて、
転売量は大きいけど転売量のためにここで親に報酬するのが最悪だと思ってたので、数層は思わなかったんですけど、うん、ただ急層を切ったのは微妙だったなと思いました。急層で補充するのが最悪だなと思っちゃう。逆に数層で補充するのは、はい、ただ数層で打っても赤入りルールなんで、はい、これね、うん、赤嘘みたいな、ね、面単品赤とか面単品裏とか言われるケースはあるんでね、うんうんうん、ただあれですね、これは水原選手以外は数層補充の未来があったという感じですね、これもね。わからない、うん、知らないんじゃないトップメーカーなんで極収支って言って経典で補充する場面ではないんですけど、もちろんただ数品と数層の補充率ってどのぐらい差があるかって言われるとわかんないですよね、うんうん、でも数層って危なくないですか？数層は危ないです危ないですけど2筋ですよ。とはいえ2割当たるのかって言われると分かんないですし、だからあのリーチが絶対に両面待ちですって言われたら2割ぐらい当たるんだよね、多分ね、残り4筋ぐらいだよね。相図がスッチー層だけで、あとは両ピン、サブローピン、スッチーピン、一応イスソも残ってるんですね。イスソか、そっか、イスソスッチー層なのか、うんうん、はい、うん、ありがとうございます。じゃあこの曲の、ね、結末へと向かっていきましょう。ここでそうですね、悩んで、うん、頼むからロンと言わないでくれって思いながら急走を切ったんですけど、うんうん、怖いよねこれ急走切る。さっきねお話ししてた内容を今頭の中で考えてるってことですよね。これで急走ロンって言われたらもう魂抜けますね。しょうがないでしょ。危ねえって言ってるんだからそれで当たって効果がおかしいね。元から魂ない一人話してほしい。エディスブッシュ選手、佐藤選手が一人転売で、はい、デビュー曲という形になりました、うん、はいはい、見事しのぎ切りましたね。よかったです、はい、よくないんですけどこの後まくられるからよくないんですけどねこの後はね、ちょっとね、はい、皆さんもどんどん見ていただいて、ではですね、これ最後にこの曲で皆さんにお伝えしたかったことはどういったことだったのでしょうか。お聞かせください。先制リーチを受けた後の、切る牌の選択ってこうなんていうんですかね、まあ自分の手だけにこう一直線に打つわけにもいかないし、なんか押すからこれ引くからこれっていう感じにならないことも多分結構多くて、折り切れるかどうかとか安全牌何があるかとか自分から見えてるものとかで結構複雑な選択が増えると思うんですけど、安全に進めつつ自分のなんて言えばいいんですかね難しかったなっていう、ね、先生リーチを受けた後基本は折りつつなんですけどの手組み嫌になっちゃった以上はい、難しかったんで自分だったら何を切るかなって考えながらもう一回見ていただいたら結構面白い曲だったなと思うので、ぜひ、見てみてください。いろんな選択があったと思います。はい、そうですね、結構皆さんでも分かれるぐらいの選択がありましたからね、またぜひ皆さんを見返してみてください。はい、水原選手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。では続きましては、石橋選手の実戦解説に移りたいと思います。